ハロー皆さんこんばんは、プチプチです。今回ですね、ギアを積んで突っ込みたいと思います。ちょっと何言ってるか自分でも分かんないんですけど、まあ今回ちょっとギアは全部揃ってはいないんですけど、まあある程度、まあつまりメインですね、ギアパワーのメインを3つ揃えた状態で実況者さんと戦っていこうと思います。まあ、今回つけるギアなんですけど、こちらのインク効率アップメインでございます。まあね、今回のスプラトゥーン2、ギアパワーをものすごくつけやすくなっております。ね、なんかフェス期間中とかだとね、なんかフェスティのなんかギアのかけらだっけ、パワーのかけらをなんかすごい集めやすくなったりとか、まあ本当にね、前作と比べてもうマジで集めやすくなってるんですけど、僕は全然集められてないというか、もうなんて言うんだろう、なんかやる気がないというか、まあそういうことで今回ただ普通に買って、メインの部分、なんかこのちっちゃいやつじゃなくて、なんかメインの部分だけを積んでいきたいと思います。全積みじゃないです。少々積んだみたいなね、わかります？なんかちょっと負けてくれって言われて、しょうがないなと思って、ちょっとね、他の、ちっちゃなグッズをお客さんに渡すみたいな、ちょっとバイト、ここバイト精神ね、バイト精神を大切にしてやっていこうと思います。行きましょう。さあやっていきましょう。ハトがいますね。かわいいですね。かわいい、かわいいよ。さあやっていきましょう。まあ、今回本当にガチの怠慢なので、エリアをバンバン塗って、もうなんかバン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 、なんかそういうシーンもあったよね。なんだっけ。まあ、普通に塗ってこう。上からね、塗るのが一番いい気がする。そう、インク効率がかなりいいんで、まあ、本当にあんまりね、普通にね、塗ってもね、大丈夫だと思うんだよ。あーん！おい、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょ、待てよ、ちょ、待て。俺、引退なんてしたくねえぞ、これ。パッ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 。よっしゃー。絶対遊ばれてる絶対遊ばれてるよ、これ。遊ばせやんといて、ほんとに。やったー、来た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 、これ来たぞ、これ来た、絶対来た、絶対来た、来た来た、金太郎、絶対来た、マジで来た、金太郎だ、金太郎、金太、これで多分おじいちゃんとおばあちゃんが多分きび団子を俺にくれたら、きっと多分桃太郎に進化するわ。やべやべ、なんかあるな、爆弾だ。待って待って、ああおぉ、危ない、ああ、ほら、イエーイ、ストップされた早く行こう、早く行こう。ここでさ、復活のさ、ギア積んでればさ、絶対多分早者勝ちだったよね。急げ急げ急げ。まじ、ピーターパンのように急ぐ。いけ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 。いけいけいけ。いけん。よしよしよし。確保した。いいぞ。いいぞ。あー、嘘、マジで北斎で臭いよ。ちょっと待て、ちょっと待て、シュールに行こう。いや、クールに行こう、クールに行こう。いや、ちょっとあれだな、遊んでいこう。よっしゃー、上からの、上からのあれだね、ミッションインポッシブル風の登場の仕方決まったぜ。ちょっと待て、ちょっと待て、シュールに行こう。いや、クールに行こう、クールに行こう。いや、ちょっとあれだな、遊んでいこう。よっしゃー、トム・クルーズになりたかったな。イケメンだよね。あ、危ない、やめてやめて。俺、やっぱ映画の出演いいです、いらないです。ギャラとか別にそういうのは別にいいんで、いいんで、いらないです。いけ、これやろ、空中戦の怠慢だ。やばいぞやばいぞやばいぞ。何がやばいかって、あれだ、実況する前に冷蔵庫の蓋開けっぱなしだった。やばい。でもまあまあ、勝てそうっちゃ勝てそう、勝てそうだけど、僕の気が散らなければ多分絶対勝てると思う。ぜ、ああ、やばいやばいやばい、やったやったやった、倒した倒した、やった。これで多分きっとあれだ、就職活動に達也さんをキルすることができましたって言える。そうすればきっと僕も就職できるな、きっと。ニート卒業だ。いけん！やったー！はっはっは！やっぱりすごいぜ！このメインアップの力、
素晴らしい、とても素晴らしいです。花丸あげたいぐらい。どこから来る？あっちか。やったー、なははは。はえ、北斎が立ってるんだけど、何今の見た？ありえへん映像が起きたんだけど、これ絶対あれだわ、ありえへん映像ランキングみたいなのテレビ番組に出演できるわこれ。応募しとこ。さあ2戦目やっていきましょう。まあ今回若葉シューター使おうと思います。まあ、若葉シューターってね、まあ一番最初僕若めシューターって言ってたぐらい名前がものすごく複雑です。さあ勝てんじゃないかな、きっと。もうちょっと射程長いやつにしときゃよかったか、向こう北斎だから。やばいなこれ、ほうき VS 水鉄砲。絶対ほうきの方がね、もう戦えるだけだしね、絶対強いと思う。まあでもいけるはずだ、いけるはずだぞ。これ2個あるからな、ちょっとまずいな。あーやっべ、これちょっとやばいぞ、ほんとにやっべっぞ、やっべっぞ。さあ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 、うわ思いっきり塗られてますね。あー嘘嘘嘘嘘、やったはははは、イエーイ。どうだどうだ、今のうちに塗っとこ、今のうちに塗っておくスタイル。これでよし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 、右、オッケーオッケー、ナイス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 、アイス食べたい、ナイスアイス食べたいぞ俺は。え、アーマーつけてたのに、アーマー届かなかった、もしかして。アーマーつける前にやられるっていうね、一番あのかっこ悪いパターンだよね。敵が来たぞ、やべえ、鎧つけてね、今すぐ鎧をつけに行ってきます、ぐさあーみたいな。どこの舞台劇だよ。来た、よし来た、いいぞ、来たぞこれは、絶対来た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 の。目玉親父が多分きっと褒めてくれる、よくやったぞ来たろみたいな感じにね。今上手くなかったね、マジ目玉親父のモノマネ。俺多分次の目玉親父の声優に選ばれそう。もうゲゲゲの鬼太郎はもう終わりだ、地上波ないぞ。ゲゲ絶対ゲー、やばいやばいやばい、ピー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 言ってる。アーマーつけといて、あーやばい、嘘、それせこい、マジでせこい。俺家にセコムつけてないから絶対今のは無理だったと思う。まあ、まだ大丈夫だ、逆転のチャンスがある。これきっと逆転裁判風の展開を見せれば俺に勝機があるぜ。よし、とりあえずこれつけて、よーしよしよしよし、いいぞいいぞ、塗っとけ塗っとけ、よしよしよし、いいぞ、よしこれできっと勝てる。後ろから行ったはずなのに、嘘でしょ、嘘って言ってほしいわ。嘘なんて言えない、これが現実だ。やった来た、今のうちに塗れ、よし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 、いいぞいいぞ。アーマーつけてここ塗って、アーマーの役何も立たなくない？ねえ、北斎強っ、どんだけ将来の夢、なんかお掃除おばさんになりたいっていう願望があるのっていうぐらい強い。私将来の夢ホテルとかのお掃除おばさんになりたいのみたいなね、そんな有名なやつ本当にいるんだ。あれって定年退職したおばさんたち、おばさんとかおじさんとかいるんだよね、知ってた？もう卑怯卑怯だぞ。お掃除道具にあんなさ、もう窓拭くような、なんかさ、ジェットパック、空中でもうなんかもうテロとか起きた瞬間に空中で逃げられるようなさ、あんなお掃除グッズいらないって絶対。いた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 、え時計の真似してます。あーマジか、負けた。
ということで、試合には負けました。でもね、一回勝ってるんでね、あれだね、僕の勝ち。あ、音投げない。俺の勝ち。俺の勝ち。全然悔しくなくないもんね、俺。全然悔しくないもんね。だってさ、だって悔しくないもんね、俺。悔しくないもん。全然悔しくないもんね、俺。本当に悔しい。本当に悔しい。ということでご視聴いただきありがとうございました。まあ僕負けたんですけど、まあ1試合目勝てたということで、今めちゃくちゃ気分は晴れてます。まあ外はものすごく大雨降ってます。最悪だ。ということでまた次回、天気のいい日にスプラッティやっていこうと思います。もし動画面白いなと思ってくれたら、チャンネル登録と高評価ボタンの方、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた、一回よろしく。